ありがとうございます。ではこちらください。はい、行きます。はい。ありがとうございます、はい、じゃあそれでは一人ずつご挨拶をお願いします。はい、斉和瑞希です。よろしくお願いします。井口鈴役の篠野芽由美です。よろしくお願いします。早川芽役演じさせていただきました設楽由里香です。よろしくお願いいたします。斉和さん、はい、今回映画初主演なんですけど、はい、そうです。何か思いを皆さんに伝えていただけると。初主演なんですけど、私初めて今まで舞台とかは結構たくさんやらせていただいてたんですけど、初めて映像のお芝居をしたので、いろいろと初めてが多くて、すごい思い入れのある作品になりましたし、なんかね、みんな元気な感じで陸上の服でいっぱい走って、ね、撮ったので、すごい思い出深い作品になりました。こうやって今日上映することができてとても嬉しいです。ありがとうございます。また、今回この作品は、スポーツ映画ということもあって、実は東京オリンピック、本来だと今ぐらいにやってる予定なんですけど、に合わせてスポーツを盛り上げようという目的で作られた映画なんですけど、何か皆さんそれぞれスポーツについて好きなスポーツとか得意なスポーツとか何かありますか？はい、私のファンの方だと結構知ってるかもしれないんですけど、私スポーツができないんですけど、サッカー観戦がすごく好きで、よく見てます。サッカーできないんですけど、引きの試合の引きのカメラを見て映像で楽しんでます。で、走るのすごい苦手で、本当はすごい練習して、どうでしょう、皆さん走ってる姿そんなに苦手そうに見えないですよね。いや、なんか先生役の菅野さんにあれが陸上部だったって教えていただいて、なんか陸上部と陸上部の方だったので、走り方の最初のスタートとかすごい教えていただいたりとかしてやりましたね。はい、私もちょっとスポーツはかなり苦手なんですけど野球で、なんか野球場で売り子さんをしていたこともあって、野球はすごい、ちょっと好きです。こんな可愛い子が売り子してたらみんな余分に買えますよね。陸上は本当にしたことなかったので、バトンタッチとか映画の中で出てきたと思うんですけど、かなり難しくて大変でした。そうですね、実は、私も運動は本当にできない方でみんな揃って運動できないんですけど、私も実は走るのがもうとにかく遅くて、もうオーディションの時に監督に質問されたんですけど、50メートルとかももう11秒とかなので、すごい、11秒で走る。そうなんですよ、もう本当にダントツ遅くて撮影の時も本当にもう遅いんですけど、私の演じさせていただいた早川芽衣ちゃんの役が結構ハードルとかも飛べない役だったので、めいちゃんがいてくれて本当に良かったなと思いながら演じさせていただきました、はい。大変だったところとか、なんか佐山さんの方から。あ、寒くてすごく暑い11月か11月12月ぐらいに撮ったんですけど、すごい寒いところで撮ってて、結構東京からね、ちょっと離れた。で、陸上のユニフォームってすごいいっぱいいろんなところが出てるから、ベンチコートね、直前まで着てるんですけど、リレーのシーンとかは本当にそのリレーの配置になって撮ってるので、あんまりこう脱ぎ着が頻繁にできなくて、結構バトンが来るまで、本当の選手だったら当たり前かもしれないんですけど、バトンが来るまでこのガチガチの状態でこう震えを抑えながら、寒かったですね、そう待ってて、私とか最後だったので
もう頑張れ早く、本当に早く、寒いからみたいな感じで、すごい寒かったなっていう。特に水木さん、すごい撮影の時間がやっぱり人一倍長いんで、なんかいろんなところに行ってね、ずっとね、そう、外で。あと最後、私、最後の、撮影の最後のカット、撮影中の最後のカットって、あの、クラウチングスタート、私がだけがするっていうシーンで、本当に時間がなくって、あの、暗くなっちゃうからっていうことで、でも、急いちゃって、私も。なんで、この、よーい、スタートのとこで、スタートで、そのまま地面にバーンって、あの、クラッチングスタートでお尻上げて走り出すとこで、すごいこのこっからダイブしたっていう記憶はあります。知らないです。はい、はい、あの使ってます。そうなんです。今回 NG なんですけど、そのあの見てるか、ちょうど頑張ってるっていうシーンで、いや本当にダイジェストみたいな感じで使ってます。結構びっくりしました、はい、なかなかこけることもないというか、はい、それ結構心に残って私はお尻が大きくて、あのそれがコンプレックスな女の子のキャラだったんですけど、そのうさぎ跳びをするシーン見られたと思うんですけど、あのうさぎ跳びっていうのを初めてそこでやって、こんなに辛いものなんだってすごい次の日筋肉痛になっていい筋トレになったなって思います。そうですね、私はまあちょっとその撮影の中のシーンではないんですけど、まとまっていたところにすごいあのカメムシがめちゃくちゃ出ていた、部屋でみんなで大騒ぎしましたね。それが結構私的には楽しかったですね。結構ね山の方だったんですよ。そうですね、群馬で撮影してたんですけど、はいはい、いましたね、女子部屋に出てくるカメムシ、はい、そうです。なんか本当のちょっと本当の撮影時代はみんなあの合宿で撮ったんで、そうあの本当に泊まってるところもすごい、そうすごいところなんで、撮影も本当に合宿みたいな感じでしたよね。結構ねすごいなんか一体感みたいなのが生まれましたね、あの撮影後は。はい、そこも寒かったって。そこも寒くて。ではあの最後に、まあ、一言ずつなんかあの皆さん思いをファンの皆さんに伝えていただければなと思います、はい、じゃあサラさんからお願いします。はい、そうですね、今日はもう本当に待ちに待った後悔を、今日の日を皆さんと迎えることができて、もう本当に嬉しく思ってます、いかがだったでしょうか、楽しんでいただけましたでしょうか、またありがとうございます。まだあと3日 ありますので、何回も見に来てください。ぜひよろしくお願いいたします。今日は本当にありがとうございました。初めてあのちゃんとこう演技をするして、この初映画という私の中ですごい大事な映画になりました。皆さんまた何回か見て楽しんでいただけると嬉しいです。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあ最後に佐山さん締めていただければ。はい、皆さん今日はあのこんなねご時世の中ですけれども、映画を見に来てくださって本当にありがとうございます、この映画がこあの上映することができるのが結構不安で、あの頑張って撮影したのでみんなに見てもらいたいなって思ってたので、無事今日あの今日からあの公開することができて嬉しく思っています。この時の私を見ると結構もう恥ずかしい感じなんですけど、はい、これからもあのこういうお仕事たくさんしていきたいなって思ってますので、こう初撮影ってことで記念すべき作品にもなっておりますので、ぜひあの楽しんで、DVD もねありますので、はい、なので皆さんあのいっぱい見て楽しんでいただけたらなと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、それでは皆さんあの大きな拍手であのお見送りください。ありがとうございました。